ラグビー7人制初の全国レベルの大会が2月16日秩父宮ラグビー場で開かれました。今回は香港で4月に開かれる日本代表を選ぶセレクションマッチ。日本ではまだ普及していない7人制ですが、15人制を上回るスピードやステップの切り方、パスワークなど個人技がこれからのラグビーにも一層必要とされることから、日本ラグビー協会が主催に踏み切ったもの。全国から外人チームを含む16チームが参加しました。日本選手権4連覇の神戸製鋼も出場。1回戦は関東学院大学と対戦。ゲームは前後半7分ずつで行われましたが、初の7人制で勝手が違ったのか、実力を出し切れず敗退するという番狂わせにスタンドも沸いていました。ラグビーファンを増やす試みで行われた7人制、まずは成功したようです。